こんばんは。こんばんは。こんばんは。マインドトレイルのプロデューサーの、ライゾマティクスアーキテクチャ改め、最近ちょっと名前が変わりまして、パノラマティクスと、という名前になりまして、斉藤誠一です。よろしくお願いします。で、今日はソニーで、マインドトレイルのソニーエリアで、参加していただいたアーティストの方々に来ていただいてます。まずは、坂本さん。はい、小松原さん、はい、こんばんは。こんばんは。で、西岡さん、こんばんは。はい。で、あと武田さん、あ、こんばんは。はい。で、北村さんです。こんばんは。はい、よろしくお願いします。まずちょっと冒頭で、マインドトレイル、これご覧の方に少しご説明したいんですけど、マインドトレイル、今、今日11月の11日収録してますが、11月の15日に、一応この芸術祭自体が、終了になります。で、10月の3日から吉野が来まして、10月の、10日に、ソニー村が来まして、ちょっと台風の影響があって、実際には、実際に開いたのは11になりますけど、で、10月の18日に、天下が明けまして、で最終的に会期が11月の15と、ということで、多分皆さんの格好からも分かるように、当初一番最初開いた時はまだちょっと夏でなんか秋っぽくてちょうどいいなと思ったのがだいぶ寒くなりましたよね。はい、という状況なんですが、今回のそのマインドトレイルという芸術祭自体、ちょっと僕の方を説明させていただくと、芸術祭っていうことが、コロナの状況下になって、春もしくは、夏に、展開されるはずだった、全国の、芸術祭とか、文化イベントみたいのが軒並み中止延期、違う形でオンライン化、されることが多くなりまして、でちょっと別でも関連のトークで、京都グラフィーの中西さんとか、あと横浜トリエンナーの木村さんとかともトークセッションをやらせていただいたんですが、こんな中でもやっぱりイベントっていうのを、芸術祭なり、文化イベントっていうのをやっていこうっていうのはあったんですけど、奈良でも実はこれ当初は予定されてなくて、ちょっと後で和妻のお話も聞きますけど、本来であると、和妻っていう多分皆さんそこに関わられてた方多いと思うんですが、それこそカズさんがやられてた、坂本カズさんが、ごめんなさい、僕坂本さんのことカズさんって言ってるんですけど、やられてたアーティストインレジデンス、海外からのアーティストを招聘してっていうのを、やられてたのは、あるはずだったんですけど、それも、中止というか今年は見送りになって、でそういう話も聞いてて、でそんな中で奈良県の、方からご相談いただいて、今日来てないですけど、福野さんという、何回も遠くに出てる、名物の、おっちゃんからご連絡いただいて、で、この状況下で、観光が、吉野も天下も、そこにも奈良県奥大和って言ってる、19市町村が入ってるところ、特に観光で持ってるところが結構多かったので、でそれでなんとかならないかと、ご相談をいただいて、で実際に僕の方でご提案したのが、こういうような芸術祭をやることがいいんじゃないかというので、ご提案をして、それが5月ぐらいだったんですけど、そこから、企画を始めて、結局補正予算で、予算をお預かりしてっていうのが決まってからなので、実質的に7月の頭ぐらいだったので、それ3ヶ月で、作った、ほぼ作った芸術祭になります。なので、皆さんの方は多分、カズさんにはもう少し前にご相談をしてたかなと思うんですけど、基本的にエリアを決めて、で、ソニーエリアもそうですし、吉野天下はアーティストさんにお声掛けして、展開を実際に現状して初めての方も多かったのでっていうのが、始まったのがお盆明け で実際に、バタバタと用意をして、で、10月の3日にまず吉野から、開けて、それがその後に続いて、
まあ、皆さんのエリアが10月の、10日に開いたと、まあ、ちょっと台風がさっきも言いましたけどあって、今11日、から実際には、開いたという形なんですけど、なんかあの一番最初に、まあ、カズさんにちょっとお聞きしたいんですけど、あの、まあ、ワズマの件もあって、なんかこうなコロナを受けて皆さんというかカズさんが思われてたことって何かありますか？うん、僕はあの僕はその前にちょっとあの少し前にそうですよね、なんでやってましたからね。それもなんか本当にあの2ヶ月ぐらい休んだりとかとかいう形でイレギュラーな展覧会になりましたね、うん、あの本当に、まあ、僕自身もあの大きなこうなんていうんですかね、流れ方がね、これによっておそらくいろんな意味であの社会全般も含めてね、あの変化するということをものすごく感じましてね、うん、この時期にやっぱりアーティストはできることがあるんじゃないかっていうのをすごく僕自身もあの持ってましたんですよね、うん、で、まあ、僕自身もすごく変わりました。それによってもうあの作風が全然バーンと変わってみたりとかいうようなことで、それでも本当にもただひたむきに描くということをずっとやってましたですね、うん、ありがとうございます。もともとワズマ、まあ、ワズマ、ちょっとワズマのご説明もできたらと思うんですけど、もともとワズマ、今回で第5回目でしたっけ ?6 回目でしたっけ、今回す、もしあれば6回目だったんですよね。はい。そうですよね。はい、で、まあ、いつも、まあ、海外からもアーティストを受け入れて、はい、まあ、レジデンスもやりながら、まあ、展覧会もやるような、形ですよね。で、ワズマには皆さん、武田さんも、小松原さんも、二浦さんも、まあ、西岡さんも参加、まあ、何らかしらの形で参加されてますよね。はい。はい。そうですよね。で、まあ、それが、今回はちょっと、まあ、それって、県と市の共同事業でやられてたってことで、まあ、それは、今回の授業を見て、まあ、見送ろうという話を聞いてて、で、それもあって、なんかこう、やっぱり、今回、まあ、いろんな芸術祭、僕も何回か芸術祭作ってるんですけど、やっぱり、やっぱり、地のアーティストさん、皆さんのように、そこの文脈というか、まあ、もしくはいつも見えてる風景と、まあ、今回で見える風景と、まあ、我々みたいな、ちょっと言い方ですけど、よそ者から、見えてる風景っていうのはちょっと多角的に少しいい意味でも悪い意味でもズレがあると思うんですけど、でそういう形で皆さんに参加していただいたのは非常に大きな意味があるなと、思っております。でちょっと一番最初にソニ村って、もしかしたらまあ吉野とか天川とかっていうのは聞いて、でソニ村は僕も一番最初にあったイメージっていうのはソニ高原のススキ、今の時期だと思うんですけど、のイメージがあったんですけど、もしもカズさんの方からちょっとソニ村ってどんな村かっていうのをご説明いただいてもいいですか？はい。僕はソニ村っていうのはね、縄文時代からあそこがあそこでまあ生活をする人たちがいてたということで、それとまあ一番僕は羨ましく思ったのは兜と鎧とそれと両部ですね、両部の3つのね岩にこう守られてるんですよね、あそこ自身が。それと真ん中にこう川を挟むという、本当にこう理想のところだなと思いましたし、それとまあ吉野とか天川とかそれにはないね、もともとからそのすごい大きなものに人間が何かを作らないといけないというよりも、すでにもうその守られてるという中にあるような場所でね、もう行った時はものすごく羨ましく思いましたですね。皆さんって結構あれですか、そのちょっと聞き方あれですけど、ソニーには結構行かれたりしますか？あ、西岡さんどうですか？僕もまあ行きますね。やっぱソニー高原のススキの
山焼きっていうのがあって、あの春になる前にそれは毎年こう撮影しに行ったりとか、うん、温泉がね結構いい岡部の湯、はい、多分武田くんもよく行くと思うんですけど、はい、うん、どうですか武田さん。そうですね、僕はあのそれにもやってた岡部の湯なんで週1ぐらいで行ってた感じなんですよね。あ、そうですか、はい、ただコロナになってからあのだいぶ遠のいてしまって、うん、で久々に行ったのがそのマインドトレイルで行ったみたいな。ああそうなんですね、うん、感じでしたね。ありがとうございます。僕もあのおかめの湯、まあ、これ見た方ぜひおすすめなんで、今ちょうど僕も作らせていただいたソニー村で作らせていただいた時空の、 あの作品がおかめの湯 の、 あの横っちょに置いてあって、そこから鎧、兜とか、をあの兜だけを照らしていく、まあ、あれお伊勢さんから の、 あの軸を照らしているような感じなんですけど、じゃああれですね、カズさん、あのさっきおっしゃってた縄文からっていうことは比較的あの他の、まあ、どうしてもその、奥大和っていう、まあ、これもあの新しい名前だと思うんですけど、その中ではなんかやっぱり吉野、まあ、金峰山寺さん、大峰さんとかっていう、そういうあの、まあ、熊野古道とかってありますけど、そういう意味ではもっと前からあのやっぱり人がそこで栄えたっていう文脈があるってことですね。そうですね。ですからあのちょっとあの違う感じしますよね。守られてるというようなあの場所って意外とあのないんですよね、奥大和の中では、はい、なるほどなるほど、確かにそうですね。なんか僕も実際にソニーってそういう意味であんまり 見たことなくて、で屏風岩公園っていう、その屏風岩あの眺めれる公園が下にあって、でそこのほとりまでは車で行けるんですけど、でなんかよくまあ僕なんかああいうの見ると、それこそ香川とか、それこそ 長野というかの軽井沢とかだと、ああいうそれこそ火山でできたようなあの切り立ったまあ大きな山というか岩というかっていうのはイメージがあったんですけど、まさかそれが奈良にあるになるあるとはっていうイメージはあんまりなかったので、あやっぱりね、あの、まあ、特に紀伊半島全体もそうですけど、まあ、そういうような、まあ、火山帯によって、形成されたっていうのはすごくもうなんかこんな風景奈良にあったんだとはすごく思いましたね。ありがとうございます。で、実際に、今、マインドトレイル、まあ、10月の10日からソニー始めて、まあ、実質、11だとすると、もう開催して1ヶ月経ってるんですけど、皆さんの方になんかこう、まあ、見てもしくは聞いてみたいな反響って、いかがですか。北浦さん、例えばどうですか。この間あの奈良放送の NHK さんに取材していただいて、インタビューをさせていただきました。はい、それでなんかこう、まあね、普段来ない人というか、もしくはなんか結構人がやっぱり歩いてるじゃないですか、マップ持って、なんかそういうこうイメージはというか、なんか普段と違う人たちが来てるっていうイメージは何かありました。そうですね、やっぱり普通にそのギャラリーとかそのギャラリーとかそういう空間でやるのと全然違って、本当にもうなんか空気を吸いに来てるような感じで、そう、街を歩いてる人たちが多かったような感じがします。そうですね、なんか僕もソニーに行った時にちょうど、オープニングの前にそれこそカズさんと西岡さんとツタヤでお話しさせていただいたじゃないですか。そしたら次の日にツタヤのあそこにいらっしゃったスタッフのご家族が回ってらっしゃって、と思ってあのなんですけど、本当になんかこう、まあソニーは比較的あの長いというか、まあ、あの、まあ、歩きやすい多分ところにあって、まあ、あの吉野とかだと一部林道の中に入ったりとか、まあ、あの天下ソ
そのアップダウンがあったりとかっていうのがあるんですけど、あの歩きやすいのかなと、結構ご家族で歩かれてるっていう印象は僕はありましたね。ちなみに西岡さん、なんかあの反響とかっていうのはありました？そうですね、やっぱりあの割とね、その家族で訪れる方も多かったし、その子供たちはすごく喜んでくれたなと思いますね。で、まあ、あのコロナ禍ですけど、やっぱりね、やっぱり地元の方とちょっとこう交流というかみたいなことは持ちたいっていうのは思ってたんですが、なかなかねワークショップとかもやれない状況で、まあ園児の幼稚園の横にちょっと目の設置をしたんですけど、まあそれ、まあ園児の登校の時にその、あのちっちゃい橋を渡るんですけど、橋の下にの川に目を設置していて、まあそれを見た園児がこう、まあ僕のあの八百万というあのテーマがあるんですけど、まあ八百万のことをまあ知って、でそれをまあ作品を前のトレールで訪れた人たちが前に通った時に説明してくれるっていうのを聞いて、すごくあのこう地元の人と参加されてる、見に来た人とのつながりを持てたっていうのがすごく嬉しかったなっていうエピソードはありますね。この話、はい、僕はうどん屋さんにいたらね、その目を見た子供の親がご両親が来ててね、それで本当に子供たちがね、はしゃぐっていうかな、目がある、川に目がある言うてね、でもう本当にもう話題になってましたよっていうのをその彼らから聞きましてね、うん、僕それ知らなかったんですよ、それ。はいはい。それ見に行かなかなと思って、すぐそのあこの日にその目を見に行きましたけどね。あ、そうですか。あ、でもね、そういうことが起きるっていうのが、なんか今回、まあ、さっきも冒頭で言いましたけど、3ヶ月、まあ、短い期間作って、通常だとこういう芸術祭ってやっぱり1年とか、まあ、1年以上、まあ、トリエンナーレとかだとそれこそ3年ぐらいかけて作るもんなんで、そこでできるだけ地元の方と その、まあ、一緒に作っていくっていう、機運醸成もプロセスも経ていくんですが、まあ、今回さっき西岡さんがおっしゃったみたいに、やっぱりコロナでね、人が集まるってこともできなくて、で今回やっぱりこう歩くっていう、そのトレイルっていうのをつけたのも、やっぱり、まあ、今回そのホワイトキューブで、さっき北野さんもおっしゃってたみたいに、その、美術館で見るというよりはどちらかっていうと、まあ、開放された外で、まあ、今回その密っていう状況も避けで、皆さんに歩いてもらいながら作品を見てもらうっていう体裁にしたので、まあ、なかなか地元の方々がどれだけこうなんて取り込めるって言ったらちょっと言い方があれかもしれないですけど、協業ができたりご理解いただけるかっていうのがあったんですけど、ソニーは比較的、まあ、皆さんも、近しい関係だったり、まあ、役場の方々もものすごいいろいろな努力していただいたり、あとそれこそ、まあ、今回も森林公社の方々、カズさんとか、まあ、それこそ小松原さんもそうですし、皆さんもあそこ拠点にして制作されてたっていうのもあって、やっぱりすごいそういう意味では地元の方との連携がそこにはすごい、まあ、他もできましたけど、それよりも一歩踏み込んで何かできてたっていう僕は印象を受けました。ちなみにカズさん、なんかこう、まあ、よく行かれてたりして、まあ、制作の時もそうですけど、なんか思われたことってありましたか、開催して、ね、もうとにかくその場にね、溶け込んでるっていうんですかね、作品が、全体の作品が。ですから、まず最初、僕は北浦君の、いわゆる、なんていうんですかね、鹿か馬か何かわからない、大きな爆なのかな、それを見たときは、本当に素晴らしいなと思いましたですね、もう そこの場所にそのまま、前からそれがあるっていうような感じで。はい、そうです。ですから、まあ、本当に今回は北浦君の新しいその一つ の、 一面を見ましたし、これによってもう彼はますますね、また別のなんか自分を発見したんじゃないかなと、今回のこのマインドトレールで、そのように思います。ああ、
なるほど、はい、ありがとうございます。こう全体のプロデュースを本当カズさんに見ていただいてありがとうございます。あの北浦さんも新境地をちなみに武田さんいかがですか、反響ですか、反響、あのなんかあの、まあ、開催期間あのもうあのオープンしてから1ヶ月ぐらい経ってな、反響とか、まあ、皆さんあの状況を見てどう思われたかとか。そうですね、よく言われるのが分かんないかったっていうのがどこにあるか分かんないということはよく言われたっていうのもあるんですけど、なあ、先日なんかこのサイトからあのメールが来まして、知らない方からなんですけど、はい、でなんかそこになんか僕の作品を宝探しのように探してるけど半分ぐらいしか見つからなくて、でその半分またなんていうか見れなくなるのは悔しいのでヒントをくださいっていうメールが来ましたヒントあげました、あ、ちょっとまだ返信してなくてですね地図を地図をちょっとお送りしようかなと思ってます、まあね、あとでももう少しちょっと細かいお話ししていただき、作品に関して細かいお話ししていただければなんですけど、僕まさに武田さんがお作りになってたのっていうのは今回のマインドトレイル醍醐味で、でそのマインドトレイル、まあ奥山と心の中の美術館っていうつけたのも一番最初、まあ大体皆さん吉野ってアクセスがいいので吉野来て、でその後にソニー回って天下っていうのは僕おすすめしているルートだし、まあ、あとオープンの順番でも、そうしたのは実は意図があって、で吉野はやっぱり作品が多いんですよね。で、まあ、あとは分かりやすいものが多くて、だから一番最初にそのなんていうんですかね、通常のこう速さの心で来るとあれでもやっぱり作品分かんないんですよね。で最初に作品がないないって言われて、でそれはあなたの心に美術館がないんだという話をして、だからそれを、まあ、ちゃんと心を落ち着けてから見てくださいと、という話をするとだんだんと作品が見えてきて、で次にソニーに行くと、まあ、あと、まあ、吉野の中でも山道通って如意輪寺の方に行くまでになんかこう林業の方々が倒木しているあの枝だったり木だったりもしくはキノコだったりそういうものがだんだん作品に見えてくるんですね。でそうすると一番最後の作品めちゃくちゃたくさんあったっていう話になって、でもキャプションがついてないみたいな話になるんですけど、でそこでソニーに行ってまた武田さんに騙されるっていういい意味で、まあ、だから僕なんかこうあれ、まあ、宝探し的でもあるっていう面白いなと思って、その中間というかで、僕はちょっと悔しくて、まあ、最後一個聞いちゃったんですけど、特に葉っぱのところはちょっと聞いちゃったんですけど、で、あとこれだと思ったんですけど、でも、なんかね、その、どれかわからない状態、だけど、考えてみれば、例えば、まあ、後で多分、ちょっと説明していただけるんですけど、確かにこれってあるけど、この立ち方はしてないな、みたいのを、だんだんとその作品として見えてくるっていうのは、なんか今回のマインドトレイルの一つの醍醐味の 見方の醍醐味というか、そのマインド の変え方の醍醐味なのかなというのはすごく思いました。ごめんなさい、僕が結局長くしゃべってありがとうございます。あ、ちなみに小松原さんにもお聞きしたいんですけど、小松原さんはちょっともともとはベースが今スペインでいらっしゃって、はいはい、あ、ベース、あ、まあ、ベースはでも奈良の、あ、そうですね、まだ、今回長期で行ったのが初めてだったので、なんか、そうなんです、はい、普段は日本というか関西で活動させてもらってて、で、スペインに10ヶ月間滞在してて、それで帰ってきたばかりですね。それで今回多分、まあ、そういう意味では小松原さんすごい大変だったと思うんですけど、はい、いえいえ、
で、2週、帰ってきて、まあ、2週間、あの、まあ、皆さんニュースとかでもご覧の通り、あの、まあ、まあ、ちょっといいかな、隔離状態というか。で、その後に、だから、結局、あれですよね、小松原さんが作品制作し始めたのオープンして、その直後ぐらいですもんね。そうですね、10月の、3日に帰ってきて、で、それで、そこから2週間の間に、現地には行けてないんですけど、写真でどういう場所で、でどういう、趣旨のイベントなのかっていうのとかは、見ていたので、それで、考えていた、なんでしょう、素材というか、準備みたいなものを、その待機の2週間の間に作っていって、で、その後に現地入りして、会期中もずっと公開制作をという形で、はい、作らせてもらってます。ありがとうございます。ちなみになんかそこで思われたこととか、まあ多分、Zoom では何回かご説明したりとか、まあ今回アーティストさんにも、これまあ、ここにいる皆さん以外もそうですけど、今回会ってミーティングってのはほとんどしてなくて、ほぼオンラインで、ブリーフしたり、会話したりというのをやってたんですけど、なんか実際に現場入って、多分現場入った日かなんか僕お会いしたんでしたっけ？あ、そうですね、最初の日に。そうですよね。はい。お会いして、なんかそれから実際に滞在制作というか、公開制作してて、どうですか、はい、なんか反響というか感じられたことって。ああ、そうですね。なんかさっきの話の流れだったら、お客さんの層が結構、今回のがその、歩いてこう長距離を歩いて見て回るっていうのが目的のうちだったので、結構歩いてる方だから、なんかエネルギーの持ってるようなお客さんのアートイベントと比べて多かったなって思ったのと、あとなんかすごい遠いとこからというか、愛知とか東京とか石川から来ましたとか、なんかかなり長距離で、がっつり見に来てくれはるお客さんがいてはったりで、なんか他の、今まで経験してたアートイベントとは本当にお客さんの層がちょっと違う感じで、なんか話してたりしたら面白かったです。うん、うん、ありがとうございます。まあそこは本当に、まあ、PR の市川さんの力でもあると思うんですけど、本当にいろんなところでご紹介いただいて、あとはやっぱり僕すごく思ったのが、多分今皆さんからいただいたコメントに付け加えると、まあアートというか、まあ、こういうような作品って、ちょうど僕もまあこんなコロナ禍でオンラインのイベント始めて、でちょうどオラファー・エリアソンってアーティストがいるんですけど、まあ、彼も東京都現代美術館で本当は展覧会があったんですけど、まあ、実際に設営に来れなかったっていうのがあって、まあ、オンラインでうちのイベントに来てもらった時に彼が言ってたのは、やっぱりこう作品っていうのはその鏡的に対峙するものだと。で、まあ、これ人それぞれ多分いろいろな見方とか定義があると思うんですけど、僕の中で結構合点がいって、でコロナになって美術館も僕自身もまあ美術館の仕事とかもしてて、で、まあ、美術館も普通に運営ができなくなって、で結局そうなると、まあさっきのオラファーの話と重ねると鏡がないってことですよね。だからなかなかその自分が、まあもちろんそのステイホーム期間中がすごい長かったと思うので、自分自身を考えるとかっていうのが多分あったと思うんですけど、だからなんか結構美術とかこういう表現と、あとまあ今回そのソニーの話もありましたけど、本当ですかね、これだけまあ豊かな場所に来たいって思ってたのがすごい重なって、遠くからもたくさん来ていただけたのかなというのはすごく思いますよね。実際にちなみに小松原さん、その公開制作してていろんな人に話しかけられました？あ、そうですね、結構来てくださった方には挨拶最初にしてて、でそれでなんかその後こう興味持ってもらったら作品の説明とかしたり、なんかそんな感じで大体のお客さんとは喋ってたりですね。あ、全然手進まなくないですか？あ、でも喋りながらこういじくったりしてて、なんか普段から他の時でも公開制作しながらっていうことが多いので、なんかそうですね。はい、話しながらで。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、多分
これご覧の方は、ぜひウェブサイトとかも参照していただけながら、まあ、これマインドトレイルのトークショーではあまり写真を使わないっていう、まあ、その見たかったらぜひ来てくださいっていう感じでやってるので、ちょっとあのカズさんからどういうような作品を作られたかっていうのをちょっと口頭であのこう心の中に美術館を作りながら想像しますんで、ご説明あのそれぞれご説明、まずカズさんからいただいてもいいですか。まあ、一番最初地というテーマだったでだったもんでね、あの本当にこうあのそこの土地の中にあるものを使ってあの制作したいということ で、たまたま一番最初農林校舎に行った時に、あのすごい桜の木と出会ったんですよね。でそのこの桜の木を絶対にこのそのソニ村の中に出たいと、このもう本当にそれがねもう一番最初で、これが立ったらね、これは皆さんあのソニ村に来た方たちがね、おそらくこう一つそういう意味ではあのなんかこの木は守ってくれるんじゃないかなっていうね、あの、こだまっていうんですかね、それをこう感じて、まあそれが一番一つの制作の第一番目のあの形でしたね。それからそれに付随するものを一応いろんな形、あのいわゆる、まあ、ゴミっていうんですかね、家からあの出る廃材であるとか、そういう一つの捨てられるようなものを集めてきて、それとこうドッキングしていくって作品にするっていうようなことでね、うん、やっていたんですがね、うん、あれですよ、はい、あどうぞどうぞ。いや、はい、あのカズさんのあの作品、道標っていうあの言葉をつけられてますが、はい、なんかそこに込められたというか、あとはまあどういうも、まあ、今のそのお話もそうなんですけど、あの道標ってなぜお作りになられたかっていう話、あのコロナでね、やっぱり今皆さんがこう一つのいろんな意味でこうあの道に迷ってるっていうような部分があると思うんですよね。まあ、それがこう一つそのあのそういう作品を通して一つでも何かそういうものにこう何ですかね、あのそういうものを見られてあの何かこう感じていただければいいかなと思いましてね。それとあのソニーのその道がですね、全部ものすごくあの曲がり角がいっぱいあるんですよ。ですからまあそれにも迷ってもらったら困るだろうしっていうようなことで、まあ、その曲がり角にあるその一つの空気感みたいなものを、まあ、その中で具体的にあのいわゆるオブジェにしていくっていうようなことで、ですからあの学校 横に置いたあのシーソーっていうね、あのいわゆるあのバランサーっていうんですかね、はい、その作品が僕にとってはなんかすごいあのそういうのは自分の中ではね、あの本当に良かったなと思いますね。それともう一つあのそれのちょうど下の人家に入るというね、はい、ところにあのどちらか言うとこう僕自身がこうあのこのソニーのマインドトレイルが皆さんが本当にこうあのスムーズっていうんですかね、あの皆さん安全になってほしいなっていうような思いを立ててあの思って作ったのがそのオブジェにですね、誰かが5円かなんかこう置き出してね、もう本当にね、なんかそれ僕もびっくりしましてね、なんかそういうふうなものに見えるんかなって思って、思いをこう自分の中で、うん、思って作ったものがそういうふうな形になったものがね、そういうふうに感じられるっていうことが本当僕も驚きましたしね、うん、あのそのものがこう今回のマインドトレイルの、まあ、一つ の、まあ、僕としてはもう本当に自分自身の中では満足しましたですね。はい、ありがとうございます。あの今回マインドトレイルの、まあ、ポスターとかこ今ロゴも出てますけど、この、 あの円も実はカズさんに書いていただいてて、で僕の中で、まあ、カズさん
もちろん、あの、立体もやられますし、平面もやられますし。で、僕、一番最初、あの、平面で来るのかなと思ったんですね。その、まあ、ドローイングというか、はいはいはい、相当されてるんで。で、今回、立体だったじゃないですか。はい、なんか、あの、そこに、なんか、その、まあ、実際に、僕も、まあ、マインドトレイル決まって、で、まず僕、あの、奈良に入る前に、菅さん、ちょっとご挨拶してから毎回入るようにしてたんですけど、あの、で、その時に、ちょっと毎回バタバタと言ってご挨拶して、またバタバタと出てくるような感じだったんですけど、一番最初に伺った時に、それこそ、あの、その同票の、なんていうんですかね、インスピレーションというか、まあ、実際に、はい、あの、ご自宅の前の川のところにもあったじゃないですか。はい。はい、で、ああ、なるほどなと思って聞いたんですけど、ちょっとその話も聞いてもいいですか。はいはい。はい。あの、うち の, あの家の前にあるやつはもういわゆる1月の、15日ぐらいにあるトンドと言いましてね、あの神さんごとの札であるとかそういうふうなものをあのいわゆるマス飾りであるとかその家にある神様ごとの1年を経たものを燃やすっていう習慣がありましてね、そこであのそれをこうやった後にあの残るんですよね、その燃えないで。ですからその燃えないその残ったものを再度もう一度こうもう何て言うんですかね、そのまま捨てるっていうことができなくって、僕はですからそれをこう一つ作品にするっていうことを始めたのがあのきっかけですね。うん、そう、なんかそれを見て、まあ、実際に見せていただいたのは、まあ石が円で、はい、まあ、その結界というか境界線ができてて、はい、でそこにあの、まあ火で焼けた、木が、まあ、実際にこれ、まあ、自然ではなんていうんですか、ない状態で立てられているという状態 で,、はい、でこれ、まあ、大小 の, あのバランスがあって立てられているという状態 で, であれをお聞きしたときに確かになと思って、その道しるべって、まあ、コロナの時に、まあ、さっきおっしゃってたみたいにちょっと今なんかどっちの方向行けばいいのか分かんないっていうのはすごく僕が、あって、で結構今回あの他のエリアに参加していただいたアーティストも結構作るも変わってるんですよね、はいはい、だからそういう意味だとなんか僕もあ、カズさんやっぱこういうこと考えて、まあ、深いなと思って、あの、で、まあ、どういうような作品がっていうので、あの、それこそ次にお会いしたときに、さっき の, あの桜の木の話で、大黒柱ができますよって言って、で、あの、木に出会ったっていう話も、あの、お聞きしてて、で、実際に、まあ、それが設置された状態もあって、で、多分、まあ、これ、マップ見て回られてる方も、多分、マップ以上にあるので、それも、あの、武田さんの作品もそうですけど、あの見つけながら歩くっていうのも あ, の、まあ、あと西岡さんの作品も増えてますね、増殖中なので、はい、あのそういう意味では、なんていうんですかね、カズさんの作品では僕なんかあのちょっとこれ締めっぽいことまで締めじゃないんですけど、今回いろんなマインドトレイルであの、まあ、自然に勝とうとせずっていう話多分一番最初に あのお話しさせていただいたと思うんですけど、これ全てのアーティストさんにまあ、一プロデューサーとしてちょっとお話しさせていただいたのが、どうしてもなんかこう他の芸術祭とかでなんか自然に勝とうとするっていうか、まあ僕も昔そんなことが一月前とかであったんですけど、でそうではなく自然と、まあ、自然の尊さもしくは怖さみたいのを作品を通してあの作品をレンズにして伝えてくださいっていうお話をして、でカズさんの作品っていうのは普段落ちているものが、それこそまあモノリスじゃないですけど、その何らかしらのちっちゃな操作をやることで実は創作物になるっていう、そのっていうなんかこう、そのか自然と人の紙一重感というか、で、実はそれが自然も作れるかもしれないけど、やっぱりその人的作業っていうのがあって、だからそのさっきお話しいただいたソニーの縄文からの話っていうのと僕の中で結構ちょっと言葉になかなか表せないですけど、自然から生まれた人間が今って人間界でまあ人神聖みたいなことを言われて、ちょっと自然を押さえつけちゃってるみたいな時期に入ったと思う。
とも言われている中で、なんかその共存性みたいなすごく僕は表現されてるなっていうのは、ちょっと評論家っぽいコメントになっちゃいましたけど、すごく思いましたよね、うん。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次、小松原さんに実際、はい、作られているものを、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。はい。僕は、普段は、墨と筆と和紙を使って、それでドローイングの作品を作ったりしていて、で、もう書いてるものは、頭の中にあるイメージを、こう、どんどんつなげて書いていくんですけど、なんかこう、画面に意味や物語が生まれないようにっていうルールだけ決めていて、脈絡のないものを隣り合わせていって、それで、なんか言語によって説明されない状態っていうのを、保ちながら作るっていうことをしていて、で、それで、その作った作品をこういうホワイトキューブ以外の点場所とかだと、その何でしょうね、こう違和感はあるけど不自然じゃないような、なんか空間の隙とかを見つけたり、形を変えたり素材を変えたりしながら、その空間を作るっていう風にして制作していました。で、今回が何でしょう、最初にこの会場の写真をいただいて、でもう完全に何もない森というか林の中の写真と、あとこう、ただ何でしょう、壁がない柱が4本立ってる建物のようなものが送られてきて、でそれでなんか今まで本当にその建物の中とかだったらいろいろこう なんか自分の作品のその場にあった形とか思いついたりできたんですけど、完全な森というか自然の中っていうのが、今までこれは僕にはできないなって思って避けるというか手に負えないなって思ったことだったので、それがこのイベントの前に来て、なんか今やる時なんかなと思って、それでいつものドローイング作品をこう、その時はその自然に勝とうとかも考えてなかったんですけど、自然の中においても負けないというか潰れないぐらいの、普段書いたとしても10メーターぐらいの作品が大きいぐらいだったんですけど、この中だったら50メーターとかそれぐらいじゃないとどうにもならないかなと思って、それでひとまずその最初考えてたのはその50メーターの作品の長い布の作品にドローイングを書いたものを用意して、それを森の中に配置するというふうにプランを考えていて、で実際にその会期中もその、1週間ぐらいはこう現場に入ってそのドローイングの作品を制作しながら、 でその後に森の中に設置したんですけど、なんかやっぱりもう完全に力負けというか、なんかこれじゃまずいなっていう風なぐらい、まともにこうぶつかったら自然には絶対勝てないなってことがそこで思い知って、でそれでなんか考えた結果、隙間というかすごいこう縦軸にこう木がいっぱい並んでるから、その縦方向にもものすごい自然が溢れていたので、その隙間を縫うように横軸に一本その布の作品を隙間を通していったらいい場所があるのかなと思って、それでなんとか自分でも納得するようなバランスで落とし込むことができたなと思って、でその後それが終わった後はなんかこの自然の中でドローイングというか、なんか自分の画を出すというか物を作るってことがなんかその場において適してないように思えてきて、でなんか書くというよりもその、同じ考え方で同じものを作る考え方で絵を描くのではなくて、その森の中とかその場にあるもので自分がいいと思った形を拾い集めて、それをこう何にも言語化されない、何かに見えそうで何も見えないような普段通り絵を描く考え方で組み合わせていって立体を作るっていうことを、その後1週間ぐらい今日も、作っていて、でやっぱりなんかその何でしょうね、今までその素材として物質としか見てなかった森の中にあるいろんなものがなんかすごい自分にしっくりくる形とかいいものが分かるようになってきて、
でどんどんそれが通ってるうちに精度というか自分にしっくり馴染んでくるようになって、うん、なのでなんか本当に感覚がその最初自然に負けたらどうしようって考えてたのがなんか自然の借りたりか借りるというかそうですね借りるようなことがちょっとできるようになってきたなっていうのはすごいいい変化をもらえたと思ってます。ありがとうございます。今あれですか、小松原さんも ほぼ毎日行かれて、はい、はい、そう、雨の日はもう何もできなくなるので。そうですよね、はい、でなんか一番最初にお会いした時も、まあ、物理的に初めて現場でお会いした時も、木の皮が使えるんじゃないですかとか、なんかそういうのもあったじゃないですか。だから、なんかここでも、あ、なんか起きそうだなと思っていたんですけど、いろいろあれですね。その後僕一回行ってるんですけど、多分まだまだ進化されてるってことですね。あ、そうですね。本当、なんか今日一番すごい、自分の中の歯車が合うみたいなことがあってて、なんか今までちょっと1年間ぐらいの間に考えてたこととこの場でできることががっちり合うような感覚があったので、もう本当残り少ない日数なんですけど、その中でもなんかどんどん変化していけそうな気がして、なんか楽しんでます。あ、僕もまたクロージングの時も行くんで、あ、ぜひ楽しみにしております。ありがとうございます。ちなみにこれみあどうぞどうぞ。彼は2時間自転車で自分の家で、はい、自転車で 2時間かかって、都合だから帰り入れると4時間自転車で通ってます。あ、毎日ですか？だいたい、はい、たまには泊まられる時もあるんですけどね。なんか泊まるのが結構怖くなって、毎日行ったら帰るようにして、キャンプするって言ってたな最初。キャンプしようと思ったら、そのこの中で今まで一人で真っ黒の自然の中でなんか夜越したことないなと思って、すごい不安になってきて、体験した方がいいかなとも思うんですけど、なんかそうですね、通いながらで、でもその時間っていうのもなんか体力使って、それでもうひいひいながらで、その間もなんかいろんなことが思いついたりとか、なんか体を動かしながら物を考えて、その結果考えたことをそのまま制作にすぐ活かせるっていうのは、なんかやったことなかったけど面白いというか、いい効果はたくさんありましたね。あ、そうですか。面白いですね。はい、僕、ちなみに夜の話を思い出したんですけど、僕今流行ってるのが夜のマインドトレイルです。一人で、ちょっと熊が怖いんで鈴つけて、はい、吉野、ソニア回って、天下はまだ回ってないですけど、はい、吉野、ソニア回って、夜一人でっていうのもなかなかいいもんで、あ、そうなんです。懐中、ヘッドライトつけながら、がっつり歩くんですけど、はい。いや、なんか、あれなんですよ。これ多分仕事病で、やっぱりいると、皆さん話しかけたり、ご案内したりするから、ちゃんと僕見たことが、今まで自分が作った芸術祭、多分ほとんど見たことないんですね。お恥ずかしい話なんですけど。六本木アートナイトなんて作ったんですけど、あれもアーティスト40何人いて、多分僕ほぼ半径10メートルしか動いてないので本番で、だから作品を見てないって、ほとんどなんかお客さんのお相手と指示だけ出してたん で今回ちゃんと見たいなと思って、で夜歩くのをやってたら、またそれはそれでちょっと違う様相になるんで、まあ、ちょっとこれ安全性の問題がいろいろあると思うんですけど、はい、夜泊まってみるのもいいかもしれないですね。そうですね、ちょっとやってみたいですね、それは。ありがとうございます。次、じゃあちょっと西岡さん、さっきもう少し目のお話いただきましたけど、西岡さんの作品のご説明いただいてもいいですか？はい、僕のはですね、800万分の愛っていう、まあ、タイトルでやってまして、まあ、800万っていうのは、まあ、八百万を数字にしたら800万っていう数字なので、つけました。で、まあ、愛っていうのは、まあ
目の英語で愛っていうのと、で私っていう意味もあって、で自分が見るっていうのと、対象物からはもう自分というのは愛なので、もう愛ということで、まあ、タイトルは800万分の愛としました。で、まあ、ソニーは地っていう、まあ、あのコンセプトが大地の地っていうのがあって、まあ、僕初め、ね、エリア的にどこになるか分からなかったので、選べるんだったら天川とかっていう、まあ、水のイメージがなんか強かったので、それで考えてたんですけど、で、まあ、あのソニーということで決まって、で初めはちょっとどういうようにしようかなっていうのを結構悩んでたんですけど、で、まあ、ソニーにあの、まあ、前からソニーっていう場所は知っていたんですけど、まあ、もう一度改めてちょっとその回ってみたいというか、こうルートを回った時に、まあ、普段僕山にずっと登ることが多くて、まあ、さっきあの斉藤さんも夜マインドトレイルしてるとおっしゃいましたけど、まあ、夜の山をあの巡るっていうのを、まあ、ずいぶん前に毎月満月の夜にやってたんですけど、まあ、その時にすごく、自然に見られてるっていう感覚がすごく強くて、でソニーっていう場所自体、まあ、あの岩山がたくさんあって、まあ、それもやっぱり大地から生えてきたというか出現したっていうような感じの場所なので、まあ、それがすごくあの、まあ、自然というより生き物というか、守られてるっていう気持ちもあるし、まあ、そういうところから、まあ、目をつけることで一つの擬人化であったり、まあ、神様であったり、こう生命として見えてこないかなっていうところに至って、まあ目をいろんな場所に、まあ、直接、そのものに目をつけるわけではなくて、僕はまあ写真家っていうのベースにあるので、で、まあ、写真家っていうのは、まずフレーミングするっていうことをするんですけど、まあ、その時にやっぱりこういろんな覗きながらこう物体を、前後のものを近景中景遠景というものがあるとしたら、その重なり合いをこう自分の中の気持ちいい場所であったり、しっくりこう心に落ちるような場所を見つけて、まあ、シャッターを切ることが多いんですけど、まあ、そういうように、まあ、あの自分のいる場所に目をつけて、目を設置して対象物を、まあ、山と設定した場合に、その歩いてくる途中は何か、まあ、ただ目があるだけにしか見えないんですけど、あるポイントに着くと、その、まあ、僕が指定したような場所にがっちり合うような体験っていうのが、まあ、写真を撮る行為と何か重なってるなっていうのもあって、まあ、そういう感じにしました、はい。で、あとあれですよね、まあ、ワークショップまでは行ってないけど、子どもたちにさっき あの川に目を張ってもらったみたいな、まあ、そのステッカーがあって、はいはい、でそこにあれですよね、書いてもらったり、はいはい、で、まあ、もともと地元の方にお配りして、家であったり車であったり石垣であったり、まあ、いろんなものにつけてほしいなと思ってたんですけど、まあ、なかなかこうあのお会いして渡すということができなかったので、農林公社の建物にあの目をステッカーを置いてたら、勝手にみんなが書いて貼ってたんですよね。で、あ、これ面白いなと思って、まあ、マジックをあの用意してあの置いておくと、どんどん増えてきて、今多分200ぐらいは目が増えてるんじゃないですかね、あの農林公社の建物の周りですね、いっぱい貼られていて、まあ、そこでまあ一つのこう本当に目に囲まれたような空間ができたのがすごくあの意外、自分でも予想外の出来事だったんですけど、はい、そうですよね。あとあれですね、あのソニー小学校
のところにも、あの、はい、いろんなところに貼ってもらって、そこカズさんもあの、作品を、それは屋内ですけど、展示されてると思うんですけど、はい、あそこにもこんなところにもあるわ、あんなところにもあるわみたいな感じで見てて、はい、なんかあの見てる方、僕あのいろんなところに、まあ、あの西岡さんのその目がしっかり生えてるというか、はい、でそこでアングルが合うとなるほどっていう、この山の山と目の関係で、確かに八百万の山がその精神を持ってるように見えるんですけど、はい、なんかそれを見つけてる人たちが僕の周りにちょうど団体さんでいて、はい、でもうめちゃくちゃ盛り上がってて、ここだよここここから見ると見えるよなるほどみたいなこと言って、いやなんかすごい面白いなと思って見てましたね。なんかご覧になっててとか、もしくはその体験されてる方とお話なんかありました？そうですね、やっぱりお会いしてこうあの直接あの話すると、やっぱり理解度は増すっていうのはあったので、まあ来られた方はまあ、全然違うところにこう目をこう設定して写真撮られる方もやっぱり多数いるので、まあ、それはそれで八百万なので増やしていってもらいたいなっていう気持ちもあって、逆にそういうのをね、あのインスタグラムでアップしてもらったりとか、違う見え方ができるっていうのをこう自分で見つけるっていう、まあ、僕は一応指定してますけど、まあ雲が綺麗かったら雲に合わせてもらってもいいし、空が綺麗かったら空に合わせてもらいたいし、まあ、いろんなものが増えていけばいいなっていうのが、まあ、あの話しながらも見せて写真を見せていただいてすごく楽しかったし、はい、よかったです。そうですよね、ありがとうございます。次に武田さん、話いただいてもいいですか？はい。はい。僕の作品はですね、今回、第三者の風景っていうタイトルをつけまして、まあ、小さい、一応20個あるんですけど、作品を、まあ、コース上に、あの、いろんな場所に、ひそやかに設置させてもらって、それを、まあ、あの、見つけてもらうっていうような、感じで作りました。で、まあ、最初のアイデアとしては、そのキャプションね、さっき斉藤さんもおっしゃられてましたけど、キャプションの前に作品があると、まあ、キャプション見て、作品見て、これ作品だなっていう、なんか、キャプションありきで、なんていうか、作品を感じるっていうことがね、うん、結構大きいっていうか、まあ、作品自体にフォーカスを合わせるっていう行為が生まれてしまうと、思ってまして、うん、で今回マインドトレイルっていうところでやっぱ歩きながら、まあ、風景の中で、いろんな風景とそのものを 見ながら歩くっていうところで、なんか、まあ、風景と 一体化するような作品っていうのをまあ作りたいなと思っていて、で僕もあの実際何回かコースを歩いて、これなんか面白いとか、なんかこういう風景になんか足してみたらどうだろうっていうか、いうのから、まあ、アイデアを、出してきて、で、まあ、実際設置したという感じです。はい、なるほど。なので、さっきもあのコメントありましたけど、地図上には、村役場から確かちょっと過ぎたところに一応、はい、あるんですけど、騙されてください、皆さん。大いに騙されてる。そこにもありますが、そこだけではないので、多分全部、ぜひ会議中に見つけていただいたり、まあ、ぜひ終わったらネタバラシもしていただければなと思うんですけど。そうですね。うん、はい。まあ、なんか、まあ、落ちてるものとかも使ったりしてるので、まあ、なくなってるものもあります。あの青い輪っかとかっていうのはまだあります？多分ないんですよ。そうそうそう、ないないと、なんか木の破片みたいなもなくなってると思うので、まあそれもまあありかなと僕は思ってて、まあ作品を見つけるっていうのも一つの趣旨だと思うんですけど、
まあ、さっき、ね、斉藤さんもおっしゃられたように、あのいろんなものが作品に見えてきて、で頭の中で違う作品を作ったりとか、まあ、そういうあの見る方 の能動的なそのなんていうか鑑賞の仕方っていうのがあのできると、すごい、まあ、いろんなどこの風景歩いてもあの作品に見えたりとか見えなかったりと なんかそういうことが起こり得ると思うので、はい、まあ、こんな感じで。ありがとうございます。いや、はい、僕ちょっとね、あのちょっとなんかこう僕なりの過剰課題解釈をして言ってもいいですか。はい、どうぞ。僕なんかあの今回本当はもう少しあの林道を通すような、まあ林道っていうのはあのそれこそ熊野古道とかじゃないですけど、足場が悪いところを歩いてもらうようなことをもうちょっと長いことできないかなとは思ってたんですね。で、それってなぜかというと、どうしてもその歩きやすい場所がやっぱりこう人間が文明栄えてやると皆さん目線が上がって、結局自分のその床レベルというか足元レベルって危険をそもそもないっていう前提でやっぱ生活をしているって、まあ、僕も含めて思ってるところがあって、でなんか前にあの今回はエリアじゃないですけど戸塚川歩かせてもらった時に、まあもちろんその熊野古道として舗装というかあの整備はされてますけど昔から、とはいえいろんな形の石があって、でそこを踏み外さないように注意しながら下向くと、なんかまあそれこそまあ修験道の方、まあ、山口の方もそうですけど、なんかこうそれが仏に見えてくることがあるみたいなことを言ってる方がおっしゃってて、あのいらっしゃって、でそのそれだけ注力をして無になる状態で足元を見るってなかなか僕 ない体験だなと思ってたんですね。だからちょっと武田さんの作品を僕見た時に、まず一番最初僕はあの青い輪っかを探しに行ったんですけど全然なくて、全然ないんですよ。あれと思って、僕そのちらっと、まあ、その時は僕あの自分なりにこうなんていう負荷をかけてたんで、その写真のアングルだけは覚えてて、なるほど。で、あそこにあるぞと、多分あそこだろうって言ってもなくて、でその時の感覚がなんかすごく面白くて、だからその何かを探すっていうことってあんまりやんないじゃないですか、今の時代って。で、さっき言ったみたいにその足元見てくると、あれこれじゃないかあれじゃないかっていう、そもそもなんかこっちにパズルの正解をある程度頭の中に持ってそれを探しに行くので、逆に言うとなんかすごい力を持った作品だなと思ったんですね。だからなんですかね、まあ見方によってはパズルなのかもしれないですけど、もう一つによっては全然普段使ってないこの目のフォーカスというかマインドのフォーカスみたいなのが引き出せる作品だなというのはすごくちょっと課題解釈かもしれないですけど、あ、はい、いやもうその通りかなと思います。すごい思いました。だから僕なんかぜひ個人的にはこれ今回ソニーでありましたけど、もしかしたらもっとディープな森の中とか、もしくはめちゃくちゃ都会とかでやられたりして、あとはもしくは空間とか、それこそ廃校を使ってとか、そういうところでも、あれこんな立ち方ってするのかなとか、どう考えてもテクスチャー違うよなとか、で、なんかこれ捨てられてんのかかけられてんのか、でも固定されてんだみたいなとか、多分僕言うと多分どの作品か分かってると思うんですけど、なんかそういうものを探すってなんかこう普段を疑うみたいなことってしないので、今僕も含めてなかなかしないので、だから結構僕は気づかされるというか、マインド取れるらしい生まれ方というか、まあ今までもそういう作品を作りになっていると思うんですけど、マインド取れるらしい作品を作りいただいたなというのはすごく思いました。ちなみにそのさっきのどうか場所を教えてくださいメール以外に何かフィードバックとか、いや何か他はもう分かんないぐらいしかないんですよ。分かんないとか一個だけ分かったとか、まあそんな感じなんで、何か僕らもちょっと諦めてたんですよ。何かやっぱり最初の時点ではないと思っちゃって、
もうあの探してないとかそういうふうに思ってたんですけど、そのメールあの来て読ませてもらって、なんかそういう方がいるんだなと思って、僕なんかすごい励まされて、なんかで、まあ、作ってよかったかなと思っております。いや本当ですね、ありがとうございます。なんかすごい僕もなんどこだったっけな、まあ、この後北浦さんのお話、まあ、さっきカズさんがおっしゃった北浦さんの何ですかね、その獣の匂いがするあのオブジェクトがあるんですけど、そこからあの農林公社さんの裏手をバーって歩いた時にピンク色のリボンがあって、でピンク色のリボンってあそこってまあその森の教会というか、まあ、そのあと木の管理でつけられてるじゃないですか。これ絶対武田さん作品だよみたいな話で、でもこれ絶対なかったよ。いやいや、でもこんなところにピンクのリボンなんてこんな形置いてあるかみたいな話になって、うん、目立ちます。だからなんかあのどんどんね増えてますよ。僕多分皆さんの中で恣意的に増えてるという、あの増やして武田さんが作家として増やしてるというよりは、うん、あの作品のなんていい面白いところって自分で作品増やしていくんで、本当にそうですね、うん、落ちてる缶とか絶対これ固定されてるよみたいな。いやすごい面白いなと思いました、ありがとうございます。じゃ あの最後北浦さんお願いしてもいいですか。はい、はいはい、ありがとうございます。僕の作品は、農林公社の横にある作品なんですけど、はい、その野外作品は基本的にいつもと違うことをしようっていうふうに思っていて、でもう今回は掘らないっていうふうに決めて作品を作りました。でその林の中なんですけど、林の中になるべくこう潜んで隠れているような形にしたかったっていうのがあって、それを見てもらった瞬間にこうドキドキッとなんかしてもらいたいっていうのが今回のテーマでした。ありがとうございます。はい。で、はい、どうぞ。こう枝を拾ってこう作品を作ってたんですけど、ちょっと枝をこう拾っているときに、あれこれもしかしてという多分武田さんのやつなんですけど、作品を見つけてしまってこう開けてしまったんですよ。ああなるほど。でそっと戻してきました。ありがとうございます。あれは分からない、ね。分からないですね、あれは。あ、やっちゃったって思いました。あれを見つけたらもう最高やね。あれはほとんどの人は見つけられないんじゃない、うん、これ言っちゃったんですけど。ああ、言うじゃないですか、種やけど。うん、いや、それがずっとさっきその武田さんの作品聞いてて、もうめっちゃもう笑いこらえながら。っていう感じで僕はその枝をこう作品につけてったりしてるような作品です。ちなみにその時々ドキドキっていうタイトルはなんか重いというかはなんかあるんですか？あ、もう本当にいつもドキドキしていたいっていうのは本音なんですけど、やっぱりそのなんかしがらみとかいろんなものがあっていつもドキドキできてない中で、こうやってもうアートを見に行く、歩きに行くっていうふうに決めて、もういっぱいこう解放してドキドキしてほしいなっていうのがありました。ああ、なるほど。いや、だから僕、一番最初のアイデアでいただいてて、で、今回、ぬるめの里って、漆塗りの、なんていうか、役場と川端の向こう側のところ、もうコースにも入ってますけど、で、そのところに結構、あれですよね、今回、北浦さんの作品も、国内展示していただいてて、で、まあ、今まだ京都の岡崎でもやってるんでしたっけ？あ、もう終わりました。そうですね、ちょうど入れ替わりっていう感じで。あ、そうですか、はい、そう、なんかあそこでもいや全然作風が違くて、ちょっと違くてって言ったらあれかもしれない、その新しい新境地なのかもしれないですけど、いやすごいなと思って見てたんですね。でちょうど確かそんな話をしてたら、カズさんと会った時から、
獣の匂いがするって話ですよね。あの北原さんの作品から、あ、なんかそこって覚えてます？一番最初の方ですよね。確か設置してすぐかなんかですよね。あ、そうですね。なんかもう獣の匂いがすごかったですね。で、なんか倒されたっていうのは、あ、倒されたんですか？まあ、ないですよね。そうそう。うん、あれ絶対なんか動物体当たりしてんでっていう話になってたんよ。うん、作品を倒す動物に倒されるってもうすごいなって。そうか、いや僕そのマーキングでされたのかなと思ったんですけど、じゃあもう彼らとしては違う生物だと見なしたってことですかね。ああ、そうですね。初日本当にマーキングされてるか、まあ倒れる前なんですけど、倒れる前からこうほんまに獣の匂いがして。その作品を匂うと本当に獣の匂いがしていました。いや不思議ですね。いやだから、うん、あ、どうぞ。それをと一体化してたね。作品狙い通りな狙い通りや。いやなんか すごいなと思って、あの、まあ、あの存在感も独特ですよね。なんていうのかな、まあ、これあの、その、なんていうんですかね、あそこ、まあ、鹿が多くて、で、ソニーも結構、まあ、奈良全域というか、奥山の全域でも結構、鹿がやっぱり増えているというところ、状況的には。まあ、これあの、まあ、なんですかね、いいところと悪いところっていうのが、あの、多分あると思うんですけど、今回それを題材に吉野の木村さんっていう、あの、彫刻の人も、あの、同じような題材でやってたりもするんですけど、なんか、今回それもその獣の匂いがするとか、あとはまあその自然との一体だけど、実際にあそこで、まあ、僕もその獣の匂いがするときに行って、なんていうんですか、独特なんですよね、物体感というか、物体というか彫刻というか、なんですかね、あのなんか映画のワンシーン見てるみたいな風景がちょっとね、なんかこう、まあ、新日校舎の後ろ抜けて森にちょっと入って行くとね、それこそキャンプ場があって人の気配があるんですけど、あそこだけなんていうんですかね、ちょっと時間の、あの進みが遅いような感覚もするぐらい。だからなんかこう、まあカズさんもさっきおっしゃってた、ちょっとあの新しいこう方向性、ぜひ北原さんもいろいろ探るとマインドトレイルやった意味もあるのかなと思うんですけど、まあとはいえ、なんかその、放って、あの、まあ、普段多分、あの、すごい、面白いって言ったらあれですけど、あの、イントレスティングな、あの、彫刻を作られてるじゃないですか。そのミックスであるとか。だから、なんか、その方向と、なるほど、こういうのも、あの、行くんだっていう感じは僕の中であって、で、それを会った時に、ことまた聞いてみようと思ったので、また聞かせてください。はい、でもなんかあのマインドトレイル、まあ、僕もそうですけど、やっぱり自分たちが作ってきたもの、まあ、今まで作ってきたものとこれから作りたいものっていうか、それを通じてやっぱり言っていくべきことって何なんだろうみたいなことをちょっとあの皆さん の, あの作品の今あのそれぞれの説明もしてて、なんかこう今回、まあ、こういう芸術祭っていう形でやらせていただいて、まあ、あの、もともと予定がなかったところに僕がこういう巻き込みをしてしまったので、あの、思われることたくさんあると思うんですけど、なんかこう、芸術祭をやってみて、あの、なんか感想というか、まあ、良かったところだけではなくて、でも、カズさん、何かありますか？いや、今回はね、あの、本当にいろんな意味で、あの僕自身も勉強になりましたですね。あの斉藤さん の, あの吉野の人たちの本当にこうあの音の作品であるとか、あのその今までとはもう本当になんか全然別のそういうものがこう 入ってるっていうんですか、今まではなんか作品って作品だけが
目立つっていうんですか、ね、その人の作品がこうフォーカスするっていう方向性のものが、まあ、多いじゃないですか。全くそうじゃないことでやられてたっていうことで、なんか僕も本当にそういう意味ではね、勉強させてもらってたですね、はい。もしかしたら僕の声が聞こえづらいかもしれない。ちょっと、ありがとうございます。なんか、おっしゃる通り、僕自身もすごい学んだところがあって、特に、こういうような、奈良みたいな、こう、まあ、普段、僕たちもここまで、まあ、ここまでの視線というか、っていうところで、まあ、もちろん第一の芸術者とかいろんな芸術者ありますけど、こう8キロも6キロもお客さん、しかもアプリ一つなり紙一つで歩かせて、なんか技術は僕もやったことなくて、そういう意味ではなかなか作り方としてまあ難しいところもあったんですけど、なんか今パイさんがおっしゃっていただいた通り、なんかこういい形でまあ見る方、鑑賞者の方々もそうですけど、今回まあソニーの参加された皆さんもそうですけど、少しアーティストとしても、もしくはこういうイベントを企画オーガナイズ運営していく人間としても、相当やっぱりコロナの中で、まあ、方程式僕は全部今までのが全部ひっくり返ったと思ってるんで、そういう意味だと新しい方程式を、まあ、見る、まあ、もしくは試すいい機会なのかなと、いうふうには思いました。ちなみにちょっと時間ももうそろそろ迫ってきたので、最後に皆さんからも少しコメントいただけたらなんですけど、ちょっとぜひコメントいただきたいのが、まあ、今回のその芸術祭に参加してきた、ことと、その感想みたいな総論というかみたいなことと、まだ終わってませんけど、でそれと、なんかもしも、これは僕のからの質問で、もしも次にこういう機会があったらまた参加してみたいですかと、という答えにくい答え疑問というか問題というか問いをさせていただきます。まず武田さんからいただいてもいいですか。今回いかがでしたでしょうか。はい。はい、そうですね。先ほども言ったんですけれども、僕ソニー村でたおかめの湯という感じで、そこにもやっぱ車で行ってたので。まあ、ソニ村自体っていうのを、まあ、ゆっくり歩いて見回るってことが今までなかったんですよ。で、まあ、実際作品を作るにあたって本当に歩いて、何度も歩いてイメージ膨らませたりっていうことをしてたので、まあ、その本当に土地の美しさであったりとかっていうのをすごい感じて、やっぱり、まあ、僕が住んでる、まあ、東吉野村ってとこもそうなんですけど、やっぱ自然っていうのをやっぱりもうなんていうか、まあ欲してるというか、なんかそういう、まあ、自然の中で、まあ、どういうふうに生活したりとか考えたりとか、まあ、そういうのが、まあ、ちょっとこれから増えてくるんじゃないかなっていう感じはしています。はい。また機会があったらご参加いただけますか。あ、はい、ぜひ参加したいですね。ありがとうございます。なんかちょっと無理くり言わせてるみたいな感じすみません。じゃあ次、小松原さん、いかがでした、はい、今回。はい。まだちょっとまだ制作続けていらっしゃると思いますが。はい。僕も本当にこういう何も自然しかない場所っていうのが一番なんか物を作る上で難しい場所だなと思ってて、それがなんか今滞在で制作してる徐々になんか、適応できてきてて、でそれがすごいなんか今までの一番難しいって思ってたことが案外できるようになってきてるっていうのがすごい嬉しかったりで、あともっとなんかどんどん精度が上がっていきそうだから、またこういう機会があったらぜひ参加したいなと思います。ありがとうございます。でもこれを機にあれですね、その森の中でというか自然の中で作品を、まあ、今までもそういう作品作られてるかもしれないですけど、はい、みたいなのはもしかしたらなんか新しいまた新境地が出てくるかもしれないです、ね、
そうですね、本当なんか これから普段の作品にも活かせそうだし、なんかもっと考え方が柔らかくというか、自由になれ、自由なのかわかんないですけど、うん、なんかいろんな制限だと思ってたところが外れたりとかもあったりで、なんかいろんないい影響が得ることができました。ありがとうございます。じゃあ次、北浦さん、お願いします。いかがでした？本当に、その、自然を使って、自然を、なんかうまく、なんか、なんていうんですかね、いいように利用して、でもなんか自然に寄り添いながらみたいな、そういう作品を作るっていうのがやっぱり今住んでいるところではできないので、いい機会をもらえたなっていうのはすごい思ってます。でまたなんか新しい自分を見つけれたなっていうのもあります、うん、またぜひ次回も、はい、次回もちょっと強制的に言わせてみたのはノーとは言えないと思うんですけど、あの今度はドライにご判断いただきたいちょっとあの今回時間もなかったし、あのいろいろ予算的にも小無理いったそうですけど、ありがとうございます。じゃあ、次、西岡さん、いただきますか。はい。まあ、すごい、あの、いつもね、やっぱり写真の展示になると室内なので、すごい楽しかったですね、僕は。はい。なんかいろいろ、こう、発見があったし、まあ、やりたいことがもう、たくさん出てきすぎて、ちょっと、なんか絞るのが大変だったというか、もっとこう やりたいな、やりたいなっていうのがもう出てきたので、まあね、また機会があれば本当にそういうことをしたいなっていうのが本当思いましたね。で、すごく本当に歩いてて気持ちよかったので、こんなに気持ちいいもんなんだなっていうのが、あの、まあ、再確認しました、うん、はい。ありがとうございます。じゃあぜひ次回も増える作品を、あ、そうですねお願いします。本当に実際のところ多分今地図に載ってる倍ぐらいになってるんじゃないかな、ね、あ、そうですね、若干ルートから外れてたりする、はい、若干ルートから外れてるところもあるんで、はい、あのそれを探してみてもいいかもしれない。じゃあちょっと最後にカズさんの方からいただいて、今回は本当にありがとうございました。もう、全員、なんか新しい、自分を見つけられた、と思います。それで、特に、僕の場合は、一番最初に、あそこの東吉野村に来た時に、もう一度、こう、初めからやれよっていうね、いう、そういう、本当に自分自身が、それにもう一度戻らされたっていうんですかね。ですから、まあ、本当に、まあ、今回は僕自身も精進して、また一からやりたいと思ってますんで、はい、もういろいろとありがとうございました、本当に。こちらこそありがとうございます。はい、いや、今、カズさんが言ったこと、僕もこの前、少しお話聞いて、すごい印象に残ったんですけど、まあ東吉野に住まわれても30年でしたっけ、カズさん。でその時に一番最初 の、まあ、立体を作りになられたっていうで、今回僕みたいのがまたバーッと来て、技術さんやるんで探してくださいって言ったら、もう30年前の思いに戻らされたっていうなんか僕としてはでもそれはすごい嬉しいなと思って、よくまあ街づくりとかでこうよそ者若者バカ者みたいな感じがあるけど、よく言われるんですよ。でその中で、まあ、今回まあ、僕もね、妻が奈良だったりとかっていうんで、まあ、僕自身はその奈良で生まれ育ったわけでもなく、逆に言うとこの自然のことを多分いいところしか僕は見てなくて、もちろんその来訪者として、だから皆さんが見えてるような厳しさであったり、何かその他 の力っていうのはまだ見えてないからこそ、まあ、ひょうひょうと言えるところもあって、でそこにまあ、地元の方々、奈良の方々も皆さんアーティストとして参加していただいて、まあ、どこよりも作品が増え続けるっていうのはその僕はパワーだなと思うので、
本当に今回ご参加いただいて我々としても、まあ、これちょっとみんなを代表してですけど本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、今それぞれご説明いただいた作品の力とかをですね、ぜひまだ会期、少しあると思うので、11月15日いっぱい、やっております。一応オフィシャルには17時に、17時半に、オフィシャルには終了してますけど、多分16日以降から撤収が始まると思うので、それまではご覧いただけるので、もしかしたら夜のマインドトレード、これか完全安全をしっかりと担保した状態で足元に気をつけて、ライトにも、あとクマとかその他にも遭遇する可能性があるので、ぜひ気をつけて回っていただければと思うんですけど、ちょっと違った見方っていうのもいろいろあると思うので、ぜひこれ、見ていただいている方もぜひお越しいただければなと。本日は遅い時間になりましたが、皆さん参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ